あ、オニア、あ、さ、楽天カップな、楽天カップオニアまた出るんだよ、そういえばな。あ、そうなんだ。そう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 、楽天カップ今回は出ないんで。俺も断ったわ、もう楽天カップ。あれさ、あのなんだっけ、マー、うん、マーランダー、マーランダー言っていいの、あ、言ったらダメだっけ、わかんねえ、あ、わかんねえ、わかんねえ、ちょっと俺も断ったんだよな。ちょっと待って待って、あの、それはガチのリーク、しかも断ってからのリークやばい。ごめん断ってからのリークマジやべえな。いや、俺その日、俺マジで出ようかずっと悩んでてなかった。あ、情報出てるらしいわ、出てるらしい。あ、よかった。あ、出る。あ、も、向こうが言ってたって言ってる。あ、じゃあ大丈夫。なるほど、うん、うん、俺、あの、その日スプラの世界大会あるから。あ、そうなんだ。そう、ウォッチパしたいから。あ、なるほどね。あ、それはやった方がいいね。俺さ、ちょっと、あのさ、ちょ、旅行行ってたあれだったんだけどさ、あれ、どうだったのスプラのあれ、第3の、まあ、ベスト8でした。ベスト 8? すごいよ、すごいじゃん。まあ、全然、まあ、満足ですよ、割と。おいや、スプラもね、俺見てる分には結構楽しそうだなと思うんだけどな、ちょっとやりてえなと思う時あんだよ。いやー、絶対孫さん切れるよ。いや、俺チーム戦相当切れないで有名だよ。いや、それは嘘でしょ、孫さん。いや、マジで。それは嘘でしょ。いや、ほんとそれは嘘でしょ。マジで切れない。てか、あの、楽天カップって、あの、チーム戦ってどういう基準で組まれるわけ、あれ。これ、なんか、リーク海外ですね、これ。あ、リーク海外。どうなんすかね。どうなんすか、ね、俺はなんか事前に、あの、なんかこんな感じどうすかって。あ、言われたの。俺、言われなかったな。俺はなんか、多分最後の余りもんチームだな、多分。あの、じゃあ、あれ、じゃあ、初対面だよ。あ、一応発明が、あ、格ゲーつながりね。そう何でも喋るよ、マジで。何でも喋るよ、本当に。いやだってもう過ぎ過ぎた話ですから。過ぎてないけど、まあまあ、いやどうなんだろうなって、どういう基準なの。俺初めてだったから、ちょっと分かんなかったんですよ。え、まっちゃん次は出るんだっけ。楽天出ないです、僕。あ、出ないんだ、はい、あ、でも断ったって言ったもんね。え、孫さん出るんですか。俺出ない。まあ、でもちょっと、あの、見る側としては楽しみだなって感じなんですけどね。またどんな感じになるのか、ね、やっぱ結構一日ダラダラ見るんだったら結構面白そうだな。じゃあ、初めとか俺とか多分ね、後から誘われた人だと思うのよ、おそらく、うん、で、その後から誘われた人で組んだみたいな感じ。あ、誰も出ないのにリークだけしてるのよ。普通にやばすぎる。出ないけどリークはする。いや、でも結構有名な人出ますよね。有名っていうか、毎回でもかなり有名な人出るんじゃない、うん、知ってる人しかいない。出てんだろうな。あれどこなんだ、ウームどこなんだ。楽天じゃないですか。あれ楽天か、そうか、楽天か。いや、なんかウームの人が出てるイメージがあったから。あ、そうなんだ。いや、毎回豪華な気がするけどね。うんこちゃんとか毎回出てるし。ああ、確かに。繁盛はできんなと。いや、そうなんだ。ああ、そう、繁盛なんかとかできんみたいなね。うん、あ、そうなんだ。かわいそうに。それで実は呼ばれてる説ないですか。いや、一応大丈夫。さすがに大丈夫。一応何回もチェックしてる。このまま雑談してたら、なんか、リークしまいよ、いろいろ、俺たち。確かに。リーク界隈。このさ、あの、配信のさ、あの、ギリギリのとこ攻めてるのが好きなんだよな、俺。いや、それわかるわ。なんか攻めたくなっちゃうんだよ。攻めたくなっちゃうんだよな、そう。それね、よくある。大体俺、それで失敗してるけど。でも、飲んでり選手たちは、大体やっぱギリギリ攻めるのが好きな人だった。あ、でも、よくこれ、チーム飲んでりでよかったな、これな。チーム飲んでりでよかったわ。いや、タイさんだって結構でもギリギリ攻めるの好きですよ。いや、そんなことないですよ、僕は。そう、飲んでりじゃないんで。いや、ギリギリ攻めるの好きなんですよ、ね。一番の飲んでりの可能性結構高いだろ。あ、俺、タイさんの飲んでり好きなんだよな、でもな、本当。でも悪意はないですよ。悪意もちろんないよ。そう、もちろんみんなないんだけど、タイさんの本当に悪意がなさそうに見えるから。そのスキル羨ましいよ。
ね、まっちゃんでも飲んでりってかギリギリ攻めようと思って絶対にアウトのことしかやってないけど、ギリギリ攻めようとして軽々ライン越えてる感じ。そうなんだ、100% アウトだろこれっていうのしかやってないような気がする。そうなんだよな。そうなんだよ、しみしみ言うなよ。頭が上がんねえっすわ、ほんとにもうそれは。100% アウトだけどな。大江の高行さんとかは結構ああいうキャラじゃん、やっぱりその。ライン上とかじゃなくて、ライン外で戦うタイプの戦士。ああ、そうっすね。大江ちゃんね。大江ちゃんも歯止め効かないよ。あれは、やっぱすげえ面白い人だと思うけどね、俺は。大江ちゃんは本物だと思う。そうだね、まあ、そうだ、俺ちゃん以外本物いないな。いないと思うわ、本当。あれ本物なの？本物だと思うよ。あれ本物なんだ、やっぱり。いや、そうだ。いや、俺も本物。いや、そう、あ、そうかな。やっぱでも、本物はやっぱ自覚ないと思うんだよね。俺も多分本物なのかもしれないけど、自覚ないもん。確かにね、そうだね。俺本物だよって確かに言うやついねえもんな。俺ノンデリの本物だよってあ、そうか、カモさんなんかあれだったな。あ、なんかね、見たえ、なんかあったカモさんなんか酒飲むと覚醒するらしい。覚醒になっちゃった。え、マジで。そうあ、昨日なんかやべえ、なんか俺チラッとなんかゆゆうたと一緒にやってたなっていうのはチラッと見たけど、お花見みたいなね。そうえ、その後覚醒してたの。覚醒の、あれしょ、ツイッチと YouTube がバーになったって言うんで。え、両方何でやったの。ツイッチはさ、まだわかるのよ。なんかほら、うん、発言で結構バーンされるからさ、うん、はいはいはい。 YouTube もそんなバーンされんのかなと思って。発言マジで覚醒したんだよ。へえー、あ、結構 LINE が YouTube されてないのか。あ、そうなんだ。そうなんだ。でも Twitter 情報だから。でもニコ生しかできないですけど、ニコ生でやっいや、ニコ生に帰った最終的な俺でもカモラーさん一回仕事で一緒になったけど、すごい礼儀正しい人だったけど、ね、めっちゃ礼儀正しいよ、ほんと。うん、マジで礼儀正しい、カモさん。めちゃめちゃ礼儀正しい。酒飲んだらやばい。酒飲むとやっぱ人変わっちゃうんだな。俺好きなんだけどな、酒飲んだ時のカモさん。いや、まあだからその映さなければって話じゃん。まあそうっすね。うん、配信外でたまにこうね、イベントなどとか飲むのカモさんすげえ好きだよ。いや、でもめっちゃ面白いと思うよ。でも、え、カモライさんって何、社会人なの。ああ、そうじゃないですかね。仕事しながらなんだ。そう懐かしいね。俺もなんか言われたもんな、ドンちゃんなんてさ、社会に弾かれてさ。いや、それ切り抜き見たわ。あ、社会に何か外され、なんか言ってたな、なんかな。離婚してるでしょ、あの人。クズじゃんみたいな。クズじゃんみたいなこと言って帰って。そうすげえって。すごいナチュラルに言うんだよ。ナチュラルに言うだな。やばいな。でも配信者ってやばいやつしかいないんだよな。うん、でもやっぱちょっとやっぱその一般人とはちょっとやっぱネジ1本か2本ぐらい外れてる人、外れてないとできないかもしれない。いや、確かに、ね。まあそうですね。うん。うん、だからさ、なんかやっぱギリギリ攻めんのって面白いんだな、そういう意味で。いや、ギリギリ攻めた方がまあ面白いっちゃ面白いんだけど、まあ、いい子ちゃん、いい子ちゃんよりね。うん、まあそうだね。テレビと違うとこをちょっと見せてほしいよな。でも俺、タイリーさん結構いい子ちゃん側かと思ってたんだけど。いや、いや、まあいい子ちゃんですよ。あ、そうなの。え、はい、どうなの。え、まちゃんそうなの。タイリーさん、いや、タイリーさんね、あの、いい子ちゃん、いい子ちゃんなんだけど、うん、なんだろうな、なんだろうな。いや、でもいい子ちゃんだ。いい子ちゃんっすよ。いい子ちゃんっすよ。いい子ちゃんなんだ。いい子ちゃんなんだ。まあ、ちょっと変に切り抜かれてるとか、まあ、あるから。ああ、ある。まあね、そりゃ、ね、そう。大さんのこと普段見ない人たちは、やっぱちょっとね、錯覚する場合があるからね。そう。まあ、ババアとか言ったりするから。え、うん、あ、そうなの、そんなこと言うんだ。ああいう時どういう心境で言ってんのか、ちょっと聞いたの。じゃあ、 あれは違うんですよ。あの、木島明日香さんね。そう、うんうん、はいはい。ギリギリ攻めてんの。広告とかムカつくじゃないですか。はいはいはい。不意に流れる広告。あ、まあ確かにね。うん。それに暴言言ったらちょっと有名な女優さんだったっていう。ただそれだけの話。でもね、俺、ちょっとサイさん、俺と似た系統な気がするわ。ナチュラル。一緒にしないでください。マグさん。マグさん、一緒にしないでください。おい
や、一緒じゃねえな。一緒だよ。俺の感覚がちげえぞ。え、ちげえ。ちょっとちげえな。そうかな。え、俺ちょっとどっち側？じゃあ布団側と胎児側だったら、いやでもね、じゃ違うよ、ジャンルが違う、俺とも違うし、え、違うんだ、なんだろう、どんちゃんが合わないどっちかっていうと、まあまあ系統はそうかもしれないけど、まあ、なんか動物に例えるとなんかチンパンみたいな感じなんだ、それがのんびりなんだって動物に例えるとチンパンなんだそれはなんだよそれ、チンパンがなんどういう意味それ、どういう側だよ。いやいやね、でもね、僕スト4を見てたんで、あ、まあね、確かに、まあ、スト4の時結構言われてたじゃないですか、まあ、まあね、だから当時はね、当時やっぱそのやっぱイメージ引っ張ってますよね。いや、どんなことだったんですか、ちょっと。いや、ね、やっぱ チンパンって呼ばれてたんですよ、お父さん。いや、なんか、いや、俺全然、なんか俺にも全然分かんなかったけど、なんかチンパンみたいな感じで言われて、どういうこと、なんかグギャ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 笑うってこと。いやいや、そういう設定が好きなんだろうなっていう感じだったよ、俺からしてみればね。そういうつもりじゃないのに。いや、全然全然、いや、まあすごい、理的っていうか、まあ、知的というか、あ、はいはいはい、プレイ内容にも結構そういうの出てたと思う。ああ、で、マグさんなんか四足歩行時代があるどういうこと、ちょっと何だよ、何その四足歩行時代。じゃあなんか、あれさ、あの昔、その西スポっていうその格闘ゲームの大会をよく開催してるゲーセンがあったんですよ。はいはいはい。で、その当時って、そのインターネットあんま普及してなくて、で、大会の結果とかをその写真付きでアップしてくれてたの。はいはいはい。で、上位入賞者はその写真でそのホームページにアップされるっていうのが結構その、なんかゲーマーにとっては誉れっていうか、あー、なるほどなるほど。ちょっと映ることが楽しみっていうか、自分も強くなったなみたいな。はいはいはい、はい、ちょっとなんか面白い写真を撮ったろうみたいな感じで、とんでもない写真、なんかポーズとかで撮ったりとかするのが、まあ、四足歩行の写真があったとか。それなんだ。あったんですけど。そういうこと、画像で見てるな、それな。そっから四足歩行って言われて、そう、でも島にはもう写真写りは何でもいいだろうって、俺上位全然入賞してないし、なんだったら大会出てないんだけど、なぜか上位入賞の写真に俺を写ってるみたいな。あったみたいな。あれがまあ世に言うそのデジタルタトゥーってやつだろうね。あでも孫さん実際あれっすよ、ね、若い頃結構暴れた自覚あるんですか。いやでも喧嘩とかもう全くしない、本当に。喧嘩とかしないけど、でもやっぱ当時はやっぱその若いから許されるっていうんで、まあのんでり全盛期ではあったもん。弁立つそういう時あるよな。孫さんってさ、口やっぱさ、なんか頭の回転早い方の人だから。いや早くない。いや早いで、早い。弁が立つよ孫さんは。いやでもね、もういや言葉選びがやっぱガクってあんねえからさ。ちょっと画像がむずいのよ。言葉選んでわけのわかんないのんでり発言出てくる時あるからね。あー、あるある、わかる。いやでも、まっちゃん結構それあるじゃん。それあるこれ何これ、孫さんこれ見て、何これわわけえなこれ。あ、何年前それ。これいくつ、2020年、これね19とか20ぐらいの時だね。うわめどういうこれね、ちゃんと撮られてるって分かってるんですかこれ。いやもちろん。ああ、なんか特攻服で撮った時があって、なんだそれ。特攻服で撮った時あって、その時は、新宿のモアってところ、まあそれ東口にあるんだけども、はい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 、東口にあるところから西口のそのスポーツランドに行くまで、うん、歩いて10分以上かかるんだけど、うん、あの人混みがすごいところね、うん、とかもなんか通らなきゃいけないから、だからそこをその特攻服で歩いて移動したっていうのがすごい怖かった。なんで特攻服持ってるかも謎なの。なんでそうそう。いや、あのモアの近くにドン・キホーテがあって、うん、ドン・キホーテでこれちょっと出たら、これで出たら面白くねっつってドン・キホーテで買ったんですよ。あ、待って、試合呼ばれてるらしいっすよ。え、マジで。いや、まだ呼ばれてないよ。え、孫四足歩行で調べたら、孫のチンパン時代っていうニコニコの動画があるんだよ。来た。あ、来た。あ、来た。あ、ごめん、4分前に来てる。オッケー。